太宰府市立太宰府西小学校は、福岡県太宰府市にある公立小学校。道路を挟んで東側には、太宰府西中学校がある。また、両校の敷地内外には、宮の本古墳群や宮の本遺跡があった。宮の本遺跡は、1979年に、本高校舎建設の際に発見、発掘調査され、開地県が出土した宮の本遺跡1号墓は、 県の史跡に指定され、小学校敷地内に保存された。また、1989年から韓国付与軍のくだら諸島学校と姉妹高校交流を行っている。大宰府市立学校設置条例。2020年7月11日閲覧。大宰府の文化財377.2020年7月11日閲覧。AB。 市内の指定文化財史跡太財府市。www.city.daifu.lg.jp。2020年7月10日閲覧。太財府佐野地区遺跡群4。2020年7月11日閲覧。文化財情報 AB、第7回、西日本国際財団アジア貢献賞及び財団、設立20周年記念特別表彰。 アジアキッズ大賞受賞者決定のお知らせ。2020年7月11日へ閲覧。平成25年度公益財団法人ら財布氏、国際交流協会事業報告書。2020年7月11日へ閲覧。高窓の宮賞を受賞しました。2020年7月11日へ閲覧。ありがとうございます。